使用する内径ホルダーの空欄と射出口の位置を確認してください。ボーリングバーをスリーブにセットします。その際、本スリーブのクーラント注入口を先ほど確認したクーラント射出口に向けるような状態で、ボーリングバーを普段使用している向きになるようにセットしてください。ボーリングバーをセットした本スリーブを先ほど設定した向きで内径ホルダーにセットします。エルボや胴パイプなどを本スリーブのクーラント注入口にクーラントを噴射できるように内径ホルダーのクーラント射出口に取り付けて調整してください。実際にクーラントを射出してみて、エルボや胴パイプなどを微調整し、より多くのクーラントがボーリングバーにかかるようにしてください。別売りで真鍮製のエルボを5種類の長さで取り扱っています。取り付けネジは M5、M6 をご用意しております。また胴パイプ単体でも販売しております。ディスコ製ユニバーサルエルボもおすすめしております。当社でも在庫しておりますが、通販サイトなどでも買い求めいただけます。ご不明な点等ございました。お気軽にお問い合わせください。